thì cho nó ta chặt nhìn gương mặt biến thái dễ sợ luôn á. Sợ luôn á. Mà ta kia rồi. Ê, kia tới rồi. Ê, trời ơi. Chỉ đi tới tầng 1 rồi nè. Trời ơi. Nhưng mà anh hiểu em thức cho trái tim. Sao dễ chung. Đừng có quay, có cái gì đâu mà quay à. ニンニクと豚の骨付き肉。あ、じゃあ豚で。これ牛肉だっけこれ。豚肉。ティヘオティヘオ。ニンニクを炒めてるな。あ、いい匂い。いい匂い。バーベキューの匂いが。あ、これ豚カルビってやつだな。これ肋骨のあたりの肉だな。めっちゃ熱いの手袋。お玉にざっと入れて、味の素もまあちょっとそれより少ないぐらいざっと入れて、その次塩を入れました。塩ね。でたーちゃんはアヒルを描いてます。アヒル人参取ってくれる？はい。あ、人参使っちゃった。違う。ニンニク。今ニンニクがアヒルのお肉の上に置かれました。みじん切りのニンニク。でこっちの方はアクを取ってます。アヒルに砂糖。わあ、忘れた。え、何忘れた？あの野菜？あ、そうだ。違う。草？庭の？違う。違う。牛乳。牛乳。あ。後で買おうか。家であるから、今日持っていきな。忘れた。OK。 牛乳はホットケーキ作るときに使うわ。それ牛乳じゃなくて、コンデンスミルク。
まあそれでもホットケーキ作るときに砂糖の代わりに使う。ちっちゃいあるでしょ。ちっちゃいぐらいいるでしょ。大きいはあのいらないですけど、ちっちゃいが。ちっちゃいな。うん。オーケー。ごめんな、そう。だから残多分残るから。うん。あの使って。うん、使う。さ、今味の素と塩。塩結構入れるの。はい、カレー粉。あ、いい匂い。いい匂いだ。カレーでしょ。うん。あ、いい匂い。これ日本のカレーよりすごいいい。サフラン、なんだろう、これなんだろうな、ターメリックなのかちょっとわからないけど、うん、なんか、あ、いいわこれ。あのインドネパール料理屋さんのカレーに近いな、これ。あ、いい。この香りが独特だわ。これ日本のカレーもこれぐらいしてくれたらな、うん、いいんだけど、これはないな。日本の、日本スーパーに売られてるカレーにはないな、うん、これはいいわ。いいわ、うん、いいわこれは。いいわ、うん、あ、これな、なんかあのベトナムで、ベトナムの最終日で、僕が最終日で食べたカレーの匂いに、あれは瓶だったけどね、瓶に入ってた、ね、ガラスの瓶に入ってた、カレー粉が。これはカレールーとは言わない、カレー粉だね、これ本当に、パウダー、パウダー。全部入れたら、まあご飯には合う。多いな。全部入れたら多いな。あ、全部入れたら多い。辛いんだね。うん、辛いのも。辛いの。まあカレーは辛い方がいいよな。どんどん。あ、どんどん、どんどん。その通り、その通り。あ、美味しそうだこれは。まあとはまだ作ってない、分からへんもん。いやでもこれもう本当にベトナムであったやつですよ、ね。ベトナムの味でけど、うちは初めて作ったから。そうね。どんな分からないでしょ。うん、もうまずかったらけど。食べちゃう、お願い。うん、オッケーオッケー。It's dry。 はい、喂、cái gì？ 喂、cái gì？たーちゃんの好きな設定な、これたーちゃん、ちょっと昨日使ったよ。いいよ。レタスな、ちょっと待ってな。じゃがいもと今、人参と玉ねぎを入れた。入れたね。まだ人参入れてたなってや。全部まだ入れてないよ。で、ネギもだな。うん。ネギも。今、スーパー、松本で買ってきたばっかりの新鮮な野菜を今、準備してます。で、レタスな。レタス。今日、サニーレタスがちょっと高かったので、
普通のレタスを買ってきました。で今レタスともやしを硬い本は。ああ硬いか、うん、ちょっと安いから普通のレタスを買ったけど、サニーレタス100円高かった。サニーレタス買う方が良かったかな。美味しくないこれ。白い。え、もしかしてファー？ファー？じゃない。似てるけど違う。ホーテル？スーテル？ホーテル？ホーテル？うわ。ホーテル？また後で綴り教えてね。ま、負けるわ。ちょっと硬いところは生で食べられないから、こうスープにちょっと入れるってことね。レタスちょっと失敗した。そういらない。ちゃんあーどういぶんこわ待ってコムサコムサ、美味しいかな。うん、ああ。もういいか。ちょっと、もういい。いや、ちょっと濃いかな。もういいは OK。これなんか野菜あるから。ああ、そうか。入れたらちょうどいいじゃん。ああ、ちょうどいいかも。あの、柚子胡椒入れてみる？これ。これ。これは違う。これは違う。柚子胡椒間違って買ったやつです。これは入れない。こうさ、お盆あんま俺がわいい。あの胡椒、あの下にある。タオルのとこ。お塩とか入ってる。うん。ないね、我好勇ないね。うん。コンコビ。コンコビ。それがフォーキュー？フォーではないんだな。あ、なるほど。茹でたのをそこに戻すわけね。茹でたレタスをそっちに、生のレタスと一緒に。スープ少ない。スープ少ないけど、うん、あ、美味しそうだ。早く食べていいよ。 OKOK。なんでこれいらん。ちょっと暗い。ああ、たーちゃん。あのね。うん。じゃあ、新鮮パンゴン。あわ。そんなかけんの？いらんの？いる。うん。これ骨までいける？うん。食べられるか？食べられる。あ、ちょっと少ない人。この。あれ？振ってよ。いただきます。美味しそうだ。もうこれベトナムだね、これ。うん、完全にベトナムな感じ。あれ、なんか、うん、あれ、ランドンがあるんか。熱い。たーちゃん猫舌だからね、コーヒーもすごい人肌ぐらいにしないと飲めない。
ガンカン、オッケーオッケー、ガンカン食べたら、うん、どうか、あ、どうよ、なんか、うん、うん、この麺美味しいな、結構コシがあって美味しい、美味しいよ、これあ、何も美味しい、何も美味しいうん、うん、さっきスープだけで飲むとちょっと味が濃いかなと思ったけど、うん、今はちょうど、うん、うん、うまくつけてるな、うん、肉を、うん、肉はこのヌックマンをつけて食べるのかな、このヌックマン、からこうもやしを掘り返す感じね。美味しいな。掘ってよ。と骨いけんのこれは。無理か。食べてみ、うん、食べとくわアヒルの骨は柔らかい、まだ、うん、うん、あ、でも身は、身めっちゃ柔らかいの、フィエットストアで買った、スープ鍋に残ってない、残す、残って、うん、スープ鍋よ、どんぶりが小さい、うん、どんぶりが小さい、この入れ物、うん、ディア、どう、どう、人参美味しいんだよな、母ちゃんの、いや、ほんと美味しいわ、にんにん、ちょうどいいですよ、うん、というわけで、フーティーユ、フーティーユ、うん、うまい、でした成長な、うらうすごい、にんにくのいい、ニンニクを炒めて、アヒルの肉を入れる、アクを取っています、さっきのこれ、ニンニク入れて、アヒルの肉入れて、水入れたんだよな、で、今僕はアクを取ってて、ちゃんは買ってきた里芋を抜いてます、練乳を入れ、練乳を入れんの、うん、
なるほどな。なるほどな。ベトナムには練乳。練乳はベトナム多いな。いっぱいあるな。欠かせねえな。なるほど。牛乳が、お金に取れてない。はい、今日はカレーですね。日本没吃饭，吃饱了。あ、カレー。カレー。すごい油ね。すごい油。うん、あ、それ全部油なんだ、透明なのは。アヒルの肉を使ったカレー。ベトナムでな、ベトナムに僕が4日間いる間に最後に食べたやつ。あ、ほんとすね。あの、お尻を入れたから、皮を入れたからかな。油はな。油が多いのは皮を入れた。tự múc nữa nha, không ai đâu mà múc cho à. Mỗi cái một thứ. Rồi nói lỗ tai nghe không? Gớt một hồi nữa gớt. Ăn cay ăn được không nữa nè.お芋3種類入れたからな、里芋とじゃがいもとさつまいも。芋を食べてみ、うん、芋のカレーだな、これは言ったらな、うん、カムヤム。あ、なんで、おにおわ。早い。よし、ではあーちゃんのお父さんの食べ方でいこうかな、パンをつけて。いただきます。ラブリー、ラブリー。うん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 、こう、うん、あからうん、うん、どんは味が薄い、うん、この味はなかなか日本ではないんだよな、うん、あれインターネットで買ったの、うん、うん、うん、どんは香ば、どんはごま。うわ。ラウゲル。おいしい。ほんとおいしい。もうパン結構いけるわ、これ。もう一枚。味、ちょっと濃いの方。まだ薄い。まだ薄い。うん。薄い。すごい油。これはおいしい。じゃあもうこれぐらいにしておこうかな。あわあわあわ、はい、今芋を食べ忘れて、芋、これは何芋だ、これじゃがいもだな、これ食べたらわかる、うんうん、じゃがいも、うん、なに、うん、じゃがいもか、これはさつまいもの味かな、甘い、うん、甘い、絶対さつまいも、うん、うん、もう食べたらわからないもん、これ里芋か、これ里芋だ、わ
かんない。うん。これさつまいもなんない？これさつまいも。今食べたの、さといもな。さつまいもばっかりじゃない？うん。これ、芋。じゃがいもは？それさといもか。芋。芋、どれも芋ね。あ、これさといもだ、多分。これさといも。里芋。美味しいね。甘い。美味しいな。うん。お芋が甘いわ。カレーが辛いから。うん。なんか柔さあるお芋が美味しくなるな、これは。まあ、きれいの、うん、初めての。は？うん。これだってカレーに里芋とかさつまいも入れないもん日本。chỉ có lấy vợ Việt Nam thôi mới được ăn đủ thứ như thế này. じゃがいもぐらいだ。なんだか không biết gì hết. パンで食べても美味しいけど、このさ芋を食べても美味しい。うん。うまい。うん。これ、なんなの？うん、という感じでした。あ、美味しいな。なんちゃら、足を。この肉も、美味しいな。何、肉？まあ、スペアリブとかカルビって呼ばれてるやつだと思うんだけど、これベッドストアで安かったな、うん、日本だと高いのにな、うん、日本のスーパーだベッドストアで冷凍の安く買った、スペアリブというかカルビというか骨付き肉めっちゃ美味しい。骨食べられる？骨食べれるの？食べてみ。これ食べられるの？これいや、こんなの食べられないですけど、透明な白いやつ？これ食べれる。あ、それもさっき食べたで。うん。うん。あ、うん。どう？うん。もう食べられるのこれ。うん。まあ、あ、そうかこれ。あ、これ高いわ。アヒルか、これアヒルか。だ、ちょっと待って、これ。これアヒルです。アヒル、スペアリブじゃなかったな。すいません。大丈夫？うん、大丈夫だよ。は？本当だ。大丈夫じゃない、あなた。だから。寝るの？寝てる。じゃあ、これも、この骨も食べられるんじゃない？前食べられた。これ、なんか、硬いから食べられないと思います。うん。先週に引き続き、これも骨まで食べられない。うん。で、めんめんない？ほんめんめんよね？パン持ってきて。うん。いい感じで焼けた。うん。で、今回は焦げてる。うん。オッケー。